どうも、ライスゲームズです。さて、今回はですね、プレステ3をね、買ったんで、プレステ3のゲームをね、やっていこうかなと思っております。まあ、タイトルを見たらわかると思うんですけど、ダークソウル、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら、オブザー、なんたらなんたら、をやっていきます。ダークソウルの、なんか、ダウンロードパッケージも全部入っているゲーム、なんか CD もね、なんかついてるらしいんで、それをダウンロードしたら、もう、すべてのそのインターネットであった、買ってあったやつが全部買えるというね。このダークソウル、実は子供の頃って言ったらあれなんだけど、まあ、5、6年前か10年前ぐらいにやったんですけど、めちゃくちゃ難しくて、で、その時、なんかもう俺攻略を見ねえみたいなね、アホみたいな考えで、このゲームをやって、全く調べずにやったらもう、何がクリアなのかさっぱりわからず、途中でやめてるというね。だからね、初見ではないんですよ。初見ではないんですけど、途中までしかやってなくて、内容もさっぱり覚えてなくて、全然ね、わからないゲームという感じでですね。まあ、ほんとね、すぐ死ぬゲームだから、今ね、この成長した俺をね、見てほしい。音でかいかな。なんかポケモンの音がちょっとちっちゃかったんだよな。炎が見えて竜は見えないように調整してください。炎結構見えるよ。火も見えないぐらい暗いけど、これぐらいでいいよね。ギリギリちょっと竜見えちゃうけどいいよね、別に。オッケー。で、ここら辺は別にいいかな。だからコントローラーの振動はね、俺嫌なんですよ。ブルルルっていうな、大っ嫌い。まあこんなもんかな。ボイスちょっと大きくするか。ボイスちっちゃいねゲーム結構多いかな。あ、こんなんだっけ。うおスキンヘッド友達におるぞこんなやつ。いや、そんなこと言ったら怒られる。オッケー、じゃあ決めていきます。よし、ここまでやったんですけど、ちょっと顔がね、可愛くないんですよ。見てくださいよ、これ。ちょっとこれ、もうちょっとね、ちょっと女性でやっていきたいかなと思ったんですけど、可愛くないんですよね。もう、ブスレイクばっかり。こんな男やん。まあ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 。しょうがないし。まあ、髪型はね、白で、こう、ツインテールのね、いいやつね。これね、いいね。ストレートでもいいよね。でね、これをね、なんかステータスが違うんですよね。レベル5とかレベル4とか3とかあるから、俺ね、力はいいんですよね。体力、打たれ強いとかいらないんですよね。なんかね、一撃必殺、お、出た、こんなんでいいんじゃない。これ完全に男やん。狩人。なんかね、女の子っぽいのがいいよね。これ良くない？弓を使う狩人。接近戦もこなす。魔法が苦手。うん。これやったら見た目もなんか普通だし、いいんじゃない？よし、これにしよう。で、贈り物はなしにしようかなと思っております。よし、これで決定。うん？これ外見の編集があるよ。ん？ん？お？これ、丸連打すると、女らしい、上から4番目かな、上から4番目の女らしいのやつがもう全然いかないんですよ。俺女性選んでるの。おかしいな。初期化。あ、これいいじゃん。もうこれが一番いいよ。初期化が一番いいわ。下手になんかするのダメ。はい、し決定。さあやっていこう。このゲームで始めます。よーし。で、これ最初ね、確かね、あんま記憶ないんですけど、なんかね、最初は、あれですよ。最初なんか、チュートリアル的なものがあるから、それはね、カットしようかなと思っております。で、話は見るよ。灰色の岩と、大樹と、海外な竜があった。うん、おぉ。やっぱ、綺麗だね。けどね、パソコン、最近ね、あれなんですよね。HD なんたらかんたらで映す HDMI かな、あれでそのなんか録画しようとしたらなんかね、調子悪いんですよね。夏でバテたのかな。全然録画できねえっていうか、画面
に映らないんですよね。だからあの昔ながらの、音はビデオカメラで撮って、あの画面はそのゲームの、 そのパソコンのやつの録画でやってるというね。音とゲーム音と声の音量は一緒に撮ってるから、ビデオカメラで。それでねやってるとね、編集がめんどくさいというね。まあこっちの方がでも楽っちゃ楽で、誰かがピンポン押したらめっちゃでかい音になるけどね。話はいいよ、なんだよ話、俺編集中に見るわ。もう一回ダークソウルって話って何なの？なんか戦争が起きた後に何らかのゾンビ部隊が出てきたみたいな、そんな感じ？With the strength of lords, they challenge the dragons. なんかかっこいいな。お、そんなんできるの？もう死にゲーでしかわかんねえからな。飛ばしていいかな？飛ばしちゃダメだよ。Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away.To await the end of the world. This is your fate.北の不信。まあ話はねよくわからないんですけど、まあ早速やっていきますか。遺体を漁る、牢屋の鍵をゲット。ん？おお。さあやっていきますか。なんか
軽快だね、動きが。いいね。お、メッセージも、このメッセージがねこのメッセージがいろいろあるんですけど、これはね飛ばしていこうかなと思っております。俺は見るけど、俺全部見る。チュートリアルじゃないの？L3 を倒しながらバトルと走る。で L2 で結構うわーで、左上の赤いやつだけ、あのあれね、 HP ね、超攻撃うれで、その緑のやつがスタミナいいね。HP は？ HP 全然いってねえじゃん。いてぇ、死んじゃうよ。うわ、なんかさ、これなんかさ、モンハンみたいなさ、もうローリング的なやつないんだ。うわー、はあ、死ぬ。どうすればいいんだ。これ、多分奥のドアに入るんじゃないか。さようなら、鍵がかかってる。バカな。さようなら、え、こっちは行ける？はあ、あぶねえ、真ん中のやつ全然見れんやったやん。うわ、真ん中のやつ見たかったやん。うわー、貫通。チュートリアルで死んじゃったよ。ずるいわ。ずるいわ。チュートリアルで死ぬかね。大丈夫、焚き火をしたから、焚き火から？あ、違う。あ、うん、違うね。ん？焚き火？焚き火こうでしたっけ？これな。盾があれば。いや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 。あれ？これチュートリアルの場所じゃない？もしかして。ああ、ここでね。なるほどね。死んだらここになるんだ。ここで死んだやつとか多分俺ぐらいしかおらんのじゃねえか？そんなことねえか。わからん人はとりあえず死んじゃうよ。盾があれば。あさり。おお、いとい。オッケー。ん？切り替え？さっき刺さってる。めっちゃ刺さってるやん。メッセージを見。スタート画面を。ちっちゃ。画面ちっちゃいな。装備、防具などをなんとかする？これ装備？ん？お、ラシルド？剣？あ、剣半分しかないじゃん。折れてるからなぁ。魔剣。さあやっていくか。ん？メッセージ読む。左手に、お、エリコガード来た。あー、無敵。はっはっはっはは。敵はどこだい？汚ねえなぁ。汚ねえなぁ。ダメージ食らってないよね。アベンジャーズのもの、ね、縦装備したあの強えやつぐらい。おしょ、ショートで、これスタートボタンでもうすぐ装備するよ。ショートソード来たよ。うん、いいね。これ。武器切り替えアイテム、あ、こういうのもできるんだ。アイテムない。さあ行くぞ。一瞬で変えれるってことね。いいね。一瞬で変えられるゲーム好きなんですよね。おお、ちょ、お前、お、後ろでブシュー。これね、実況で見たことあるよ。あれ？死んだ？お疲れ様でーす。あ、これチュートリアル、これで終わりかな。うん。チュートリアル結局やっちゃうっていうね。お、いいか？じゃあこれは？メッセージを読む。バックステップ。おお。ん？ローリング？おぉ、あるやん。でんぐり返り、ローリング。そっか、バツ長押しやと走るで、ちょっと押すと、おい、初見殺しすぎるだろ、今の。ダメだよ。怖いよ。こっちから行こう。
これマップとかないんかな。マップがない。マップ覚えるのに時間かかるんだよな、基本的にな。音ちっちゃくない？大丈夫かな。ポケモンがちょっとね、ちっちゃかったからな。俺さっきの道しかない。もうこっち階段崩れると思うな。こっちから行くか。しょうがないよ。またなんか落ちてくるんだろう。じゃあ下行くか。上には行くなってことかな。開く。あ、これ最初のところに戻ってきたんじゃない？あー、これ最初のところに戻ってきたね。カットしちゃったからね。で、ここで焚き火を絶やすと、ローリング。全回復。でも選択がないんだよな、これなんも。この右下の24って何なんだろう。経験値だった気がするんだけど、仕掛けで閉じ込められてる？切り替え？切り替えってなんだ？三角！何もない。ん？どうすんだ？やっぱ上行くんだ。やっぱ上行くんだろう。ここの上ね、やっぱここ上だろ。上。レッツゴーレッツゴー。シールド！あー、ついつい丸を使うな、これ。攻撃はね、R1 ね。鍵やかって。は？ふざけんじゃねえよ。強攻撃で。は？鍵？お前鍵持ってる？鍵？積んだ？最初で積んだ？うわ、顔怖え、これ。私死んでるの？みたいな。最初にあれした意味なくねえぐらい顔がもうなんか暗いな、お前。暗いな。もう女じゃねえよ、こんなの。鍵どこにあんだ？鍵ちょうだい、ちょっと。さっきのなんか、あれで壊れたんだな。これでね。鉄球で。超巨大鉄球で。お、来た、お、なんかおるやん。おるやん、話しかける。Oh, you. お、君は。ボーイちゃんじゃないんだ。よかった。私はもうダメだ。もうすぐ死ねばもう消去は。だから君にお願いがある。同じ不死の身だ。観念して聞いてくれよ。どうしますか？はい、イエス。恥ずかしい話だが、願いは私の使命だ。それを見ず知らずの君に託したい。私の家に伝わっている不死とは使命の証である。その証に現れたものは、不死院から古い王たちの地に渡る夢を、よく聞いてくれた。これで希望を持って死ぬよ。ああ、それとこれも君に託したい。不死の宝。回復薬。やったぜ。おっと、それと鍵ね。うん。じゃあ、オッケー。死んだ後、君を襲いたくない、言ってくれ。あ、死んだらあれなんだ。やっぱゾンビ化するんだな。これはアイテムしよう。うん。まあ、まだする必要はなし。で、これで2回行くと。ウィー！ガゲッツしたぜ！やっぱね、最初はね、あれ、なんか、あれ倒したいね。ドラゴン的なやつ。ん？三角？これあと攻撃力が上がるとか、そんなんか。これ使えるかもな。これは R スティック？キック？ジャンプ攻撃。あ、これいいかもな。これは休憩すると敵が復活する。敵復活するの？ショートボウ。お、いいね。あ、弓30個。ああ、待って、もう早いよ、お前。うまい。これさ、最初から三角で攻撃力上げちゃうぜ。弓がおるね。俺は突っ走る。ねおー、避ける。かっこいいわの。超攻撃。プラス20来たよ、これ。メッセージを読む。落下中に R1 で落下攻撃。ん？落下中に攻撃？ん？落下中？ジャンプとかできるわけじゃないよね。わかんねえ。敵の背後で R1 で致命の一撃。R2 パリ。ああ、ん？パリ？待てよ。三角にして。おい！
反撃ができるんだな。あ、待って、来い、来い、来い、パリしてる、パリ、早かった、早かった、もう遅いよ。あ、パリ、よし、来た、あれ、パリしたよ、今、パリ、パリ、パリ、来た、うるぅ、パリした後の攻撃、あ、危ねえ。え、そう、飲んじゃう、回復薬、メッセージ、弓を構えて、弓を構えて、これ武器変更して、武器変更できねえじゃん。武器変更、あれ武器変更はこれでやるしかないんか、めんどくさいな。ショート棒で、あ、これでいつでも武器変更ね。L1 で構えて、ん、こうしてこうか、うで、ないじゃん。あ、セットしないと、セットしないとダメなんだ。いやね、これね、普通の矢、あ、なんか面白いな。で、うぅー、きた。あ、でもこれ動きながらはできんのか。あ、動きながらしたかったな。モンハンみたいなさ、溜め攻撃とかあったら最高やったのにな。あー、なるほど、オッケー。よーし、じゃあやっていきますか。鍵がかかってる。え、鍵がかかってるのかい。じゃあ武器変えて。でもテンパったらこれやべえよな。とりあえずこれでパリッつってから、ん、どこに行くんだ。あ、ここか。さて、もうチュートリアルは終わりですよ。こう、不死のね、不死のデーモン、こいつを倒すんだろう、多分。降りながらで、何だっけ、降りながら、何だっけ、降りながらエビチ。あー、押せなかった。しかも、もうギリギリじゃん。危ねー、やばい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 、エスト。あ、なんか緑の、あー、もう一回、もう一回、もう一回、よし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 、まずはこいつ倒す。いくぞい。これさ、あぶち、これだ、これだ。早くやってくれよ、お前。こっち、ちゃんとローリングもできるからな。うわ、ローリング無敵時間じゃないんだ。うわ、強くない？ガードできる。あ、ガードできるね。よし、薬飲んで。やばい。ほら。あ、結構食らう。結構食らうじゃん。ちょっと俺弓使ってみたい。あ、結構いいじゃん。お、弓打ちまくろうぜ、これ。いいじゃん。あ、やばい。やばいの分かってたんけどな。やばいって言ってる時にはもうすでに遅いんだよ。あ、やばい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 って言ってるじゃん。遅い、弓遅いわ、弓遅い。ガード、よし。うわ、ガンシャスタミナ、うほ、死ぬ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 、やばいやばいやばい、あ、やばいって呼ぶ場合じゃないよ、やばいよ、くっ。これ注目してる間が走れんのか。こう走りたい、こう走って相手の動きを、うわお、なんやこいつは。こうモンハンみたいな、あー、やばいやばい、ミスった、ここミスった、痛い。あ、いや、もう何でも体って、やばいよ、こいつ強いよ、やばいよ、あ、死んだ。まあ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 、これはチュートリアルだから、こいつを倒してパート1終了だな。クレーマー、クレーマーやったら使いたいんだけどな。ちょっと下手すぎるな、ちょっと俺が。よし、行くぞ、第2回戦や。もうすでにエースと2個使っちゃったけど、雑魚的に。降りてすぐに攻撃、ドヤー、めっちゃ食らってんじゃん。オラ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 、攻撃しまくれ、これよしじゃん、死ぬか、お前。うわー、すー、ガードの時になんか知らんけど四角押しちゃう、なんでだ、やばい、ローリング、うわ、間に合わない、すぐ死ぬ、チュートリアルなのにすぐ死ぬ。
操作慣れんな。これなんか走るときにね、L1 押しちゃうんだよね。で、ガードするとき四角押しちゃうんだよね。なんでだろう。ガードって思ったら、もうすでに四角押してる。何やこいつ。よーし。もうダッシュするとき L1 押しちゃうな。罰だよな、罰。なんかね、別のゲームをね、やり続けたせいか、なんか、R1 で、なんかダッシュするゲーム、多分モンハンだと思うんだけど、それの癖が全然消えてないな。多分、モンハンだと思うんだけど。もう降りてすぐ、ドゥーヤー、ドヤー、この攻撃力。で、すぐ逃げる。やばい、だから、クーン、危ねえ。よし、じゃあ、まず飲むか。よし。うわ、ツツツツツイ、もう遅いんだよな、ちょっと行動が。うわー、危ない。ちょっと離れて、な、あそこ、この人の、な、な、これ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 な、これな、これな、失った、あ、死んだら、あー、そんなあったな、あったな、うわー、今だー、後ろについて、うわ、早い、あいつの回転、早いな、やばい、いける、さあ、よし、いいよ、相手の後ろ、うわ、ケツ、ケツ、ケツアタック、あー、なんだよ、のしかかりとかあるんか。後ろついたらのしかかりされるんか、オッケー。バツね、バツで走る。よし、で、飲んで、で、見ながら。うわ、くそー、今な、くそー、今、もう入ったら絶対受けれてたの。やばい。この連続攻撃。よし、1、2、3、さよなら。うわ、飛んでる、また、のしかかり。よし、今な、走れ。ほらバイバイ。おお、めちゃくちゃ時間ある、もしかして。あ、やばい、あーもうダメ、あーもうスタミナがない、スタミナが。あ、さよなら、バイ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 、言うて。よしよしよし、いいよ、バイ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 、さよなら。おー、くらった、今くらったか。あー、なんかふらつかなんかくらっとんね、こいつが。くっそが、さよなら。うわ、なんで暗いの？やっぱ、ローディングさなきゃいけんか。相手の攻撃、避けるときはローリングだね。うるー、ローリングじゃん。ローリングのモーションなんやけど。あ、ボタンなんだけど。よし。このジャンプ回避ができる。うわー、相手の攻撃の瞬間は、ジャンプ避けだね。おなら、やばい、なんかやばそう。よしよし、あ、ぬいめつか、ほら死ねー死ねーお前そんなんで死ぬガッサー。よし倒した、変な殺し方しちゃったな。人間性ってなんだっけな、これ人間に戻れるんだっけ。なんか音がする、え、音がする、どこだ、 武器変更しとく、まあいいか。開く、鍵を使いました。最後チュートリアル終了です。いやー、これが難しいんだよな。あ、まだメッセージあるじゃん。よくやった、まっすぐ進め、 OK、まっすぐ進むよ。この広大なね、マップね。え、な、あ、あ、びっくりした。降りるんかと思った。びっくりした。フライアゲーってなるんかと思ったわ。Only、けれど、イニシエの伝統に入れば、ごく稀に選ばれた騎士だけが、うわ、連れて行かれるのか。かの地へ、to the land of the ancient lords。 じゃあいろんな地でボスを倒していくと、そういうゲームですね。多分おそらくなんですけど、ボスをどんどん倒していって人間性を捕まえて、最後人間に戻ってエンディングですよ。見えた、エンディングは見えた。まずボスがどんな感じかっていうね、いろいろね、なんか YouTube とかでもね見たんですけど、
なんか落として殺したり、なんかすごい倒し方を見るだけで、あんまり戦闘シーンを見てないという。おお、死んでる。俺死んでる。お、なんか人おるやん。ロードランの地では、お、あ、そう、レベルアップ、そう、これ一応ね、これ RPG なんですよ。レベルアップ。これ体力、気力ってなんだろう。力欲しいよね。耐久。とりあえずね、筋力。お、あ、レベル、ソウル。お、ソウル結構持っとるよ。これは？ん？必要ソウル。え、これ足りてるだろ。これ大丈夫だろ。決定。OK。これ人間性、あ、人間性は選べるのか。まあ、力に全振りしたけど大丈夫かな。まあ、とりあえずこれでいいか。あー、待て。お、エストが10個になってる。滝、そき火を行うって何？亡霊の、もうちょっと、これ復活していいのかな？人間性があります。あれ、さっき人間性拾ったじゃん。人間性ゼロになってるし。わかりません。あ、さっき誰かおられた？今。気のせいか。完全に気をつけて。ああ、死んでる。あ、人間性。やったー！人間性乗ったよ。これ、な、生きていいや。復活。人間性があるんです。さっき拾ったって。さっき拾ったやん。人間性ゼロやん。はい。え、人間性。まあ、いっか。人間性拾ったけど、まあ、いっか。あ、人間性。これ使っていいの？あれ？ん？お、人間性を捧げて、亡霊から復活しました。イエス。私は人間になりたーい。これ人間だったらどうなるの？なんか強くなるの？人間だって大丈夫やった？まあ、おお、俺も普通の顔じゃん。いいや、可愛い女の子じゃん。さあ行くぜ。あ、てかもう、今回はこれで終わりかな。うん。ただね、もうちょっとね、ルールがまだ分かってないからな。ステータス、ごちゃごちゃしてるね。右のところ。真ん中右。で、真ん中めちゃくちゃごちゃごちゃしてるね。もうよくわかんねえから、まあ、いっか、セブン。あ、セブン？オートセーブか。オートセーブだな、多分。まあ、わからなくなったら最初からにすればいいし。使用人により人間性を得、HP を大きく回復する。ん？回復するの？回復薬？使っちゃったよ、これ。まあ、あ、これスタミナとかさ、どうやって回復、あ、スタミナ上げればよかったな、ミスったな。まあ、レベル上げれるからいっか。まあ、ということで、まあ、今回はここまでですよ。まあ、カットしたら、まあ、ちょうど20分くらいかな。あ、やっぱ人おるじゃん。次回だな。